霧山信行は戦国時代から江戸時代前期にかけての武将。福岡藩士。黒田24期の一人。先祖は飛騨国王の軍、霧山村の発祥。後に大見国坂田軍、肩村に移住して地侍となった。天文23年、霧山ため京の次男として肩村で誕生。その後、 はり国の黒田色隆高氏に故障として使える。A62 年の英保山合戦で偉人。天正15年の白石毛夫さんの反乱においては、黒田義隆の巨城の馬岳城と白い国城の間にある、神楽山次郎、元守領、黒田右兵と共に防衛した。天正16年、965国を廃領。文読、慶長の役でも、先行を挙げる。 途中で帰国した際には、黒田長政の使者として、豊臣秀吉に拝謁して、講和の祝辞を述べ、秀吉から甲冑を貸手された。慶長5年の関ヶ原の戦いの際には、合戦に参加せず、馬畑城の防衛に当たった。戦後、黒田利則が、那島城の受け取り役を務めた際に、それを補佐し、城主、小早川秀明の家老、平岡頼勝と交渉した。 慶長六年、黒岳が畜全国に違法された後、三千国を廃業。後に二千国を加増され五千国となっている。宿場町として知られる、三家村の初代代官を務め、この宿場の近くにあった交通の難所、冷水峠を開通させた。現在でも、霧山の功績を称いた石碑が残っている。慶長九年の吉高の死後、大井之助を称し、 名も単祭に改めた。現名5年の大阪城海地区では、野村幸名を、黒田内前、黒田一世と共に葬式となった。寛永2年3月17日、死去。去年72。ありがとうございます。